皆さんこんにちは、 JPC チャンネルです。はい、今回の企画なんですけど、今回は現在 JPC スポーツ教室の体幹トレーニングに通われている生徒2人の検証企画をやっていきたいと思います。1人は最近入会された中学生の男の子、そしてもう1人は3年以上 JPC に通われている生徒。この2人を見比べまして、体幹の強さであったりとか体の使い方がどれほど変化するのか、こちらを実際の動画を見ながら検証をしていきたいと思います。では早速検証 VTR スタート。今回も松下トレーナーとやっていきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。まずニートゥエルボー、こちらを生徒にやってもらいました。ファンクショナルポールという非常に不安定性を出すポールの上で行っています。床面上でやるよりより高度な要素になるのですが、パッと見大きな違いを感じますか？上の子に関しては、まあ、バランスを取ることに必死っていう、そういう感じが見受けられますね。そうですね、バランスを取るためにスローになったり止まってしまったりというところで、体幹の腹直筋、腹斜筋、またそれを利用して骨盤を安定させれていないのでゆらゆらしてしまう。でその中で中腰筋を使った足の曲げ伸ばしはおぼつかない状態になっています。はい、じゃあ続いての動画はコマンドプランク、こちらの解説をしていきたいと思います。ファンクショナルポールとファンクショナルマットを利用しての不安定性のある中でのトレーニングになりますが、上の子に関しては肘の曲げ飛ばしをした時に骨盤の傾きがすごく気になりますね。体幹がしっかり安定していないために骨盤の不安定性が出てお尻を振ってしまうという代償運動が起きてしまっているので、下の選手のように体幹安定させて、できるだけお尻をフラットに保ったまま腕の曲げ伸ばしが必要になってきます。はい、じゃあ続いてはフルサイドブリッジ。基本となるのがサイドブリッジになります。しっかり軸を作れるようになってから行う種目になります。上の子に関しては骨盤を上げた際に床から離れる距離というのがちょっと短いように感じるんですけれども、上の足を開くというイメージがあるので、足を開くことに意識が行き過ぎると土台となるこの場合でいくと右半身が非常に弱くて不安定性が出ています。あとは同じカウントで行っているんですが、動作がメリハリがある下の子に対して上の子というのは体幹のキープ力、股関節のキープ力が劣る点で動作が決まりにくい、カウントについていけてないというところが体幹の強さ、股関節の強さの差だと思います。続きましてチューブのサイドキック、この種目もチューブという負荷、不安定性の高まるファンクショナルマットの上で行う負荷、両方の負荷をかけてのトレーニングになります。チューブを動かす際にどうしても頭のブレが気になりますね。体幹を力を入れた状態から足を開く動作っていうのが大事になるんですが、足を開くことに意識がいっているために体幹に力が入っていなくて、足に力を入れれば入れるほど上半身が揺れてしまうというのが見れます。足の動作だから足だけでやりますということではなくて、体幹を安定させて上半身しっかり頭までの軸を保った上で動作を行うということが重要になります。はい、ご覧いただいたように体幹トレーニングを長く続けている生徒さんと最近始められた生徒さんでは体幹の強さに違いが見受けられました。どのスポーツ種目におきましても体幹というのはすごく重要な部分になってきます。今後も JPC チャンネルでは様々なレベルアップした体幹トレーニングの動画どんどんアップしていきたいと思います。また過去の動画におきましても基礎的な体幹トレーニング投稿してありますので、こちらもよかったらぜひご覧ください。以上、JPC チャンネルでした。さようなら。このチャンネルでは子どもたちの運動に対する悩みをどんどん解決していきます。悩み、相談など何でも結構です。ぜひコメント欄に書いていただいたら動画にしていきたいと思います。今後も定期的に発信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。以上、JPC チャンネルでした。さようなら。